バヒド・ハシェミアンは、イラン、テヘラン出身の元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションは FW。空中戦に強さを見せるストライカー。その跳躍力から、ヘリコプターの異名を持つ。イランの地元クラブ、パステヘランから1999年に、ドイツ・ブンデスリーガのハンブルガー SV に移籍。同じく、 イラン出身のメフリマハダビキアとチームメイトになるものの2年間で12試合の出場に止まった2001年に2部の VFL ボーフムに移籍してチームの一部昇格に貢献2003年にはリーグ得点ランキング4位イの16ゴールを挙げてチームを UEFA カップ出場権の5位に導くなどボーフム時代の3年間で87試合34得点の活躍をし 2004年に、バイエルンミューン系に200万ユーロで移籍。背番号9番を与えられるなど期待されたが、活躍はできなかった。2005年に、ハノーファー96、2008年には、フルスのボーフムへ移籍した。イラン代表では、メフリマ・ハダビキアや、アリカリミライラン国外でプレーする選手らと共に、チームの主力として活躍している。2005年のドイツワールドカップ予選では、 対日本戦において2得点を挙げ、勝利に貢献した。2009年6月、ワールドカップ予選の韓国戦で、緑色のリストバンドをつけて、試合に出場したため、代表からの無期出場停止処分を受けた。緑色は、イラン大統領選挙で敗れた、改革派のシンボルカラーであり、改革派を支持していると受け止められたようだが、政府当局から、 強要や圧力があったかどうかは不明である。なお、ハセミアンの他にありカリミラ3選手が処分された。自身36度目の誕生日を迎えた2012年7月21日、現役引退を発表した。引退後は、オーバーリーガのアシスタントコーチを経て、2013年、監督に就任。2014年4月からは、 ドイツサッカー連盟で指導者になるため職業訓練を行っていることが報じられ、その一環としてフルスバイエルンミュンヘンの長高生となった。ありがとうございます。